ャリブレーション今 GPS 探してるんで、今あの赤いので読み取ってるのがですね、これあの GPS、 お使いの方もいらっしゃるんですけど、通常の GPS と同じでこれで読み込んで、今この位置を、あの測位を読み込んで、これが緑色に点滅するのはちょっと時間かかる、読み込みかかります。これが今これで GPS でこの位置に読み込みました。ちょっと赤あるね。ちょっとキャリブレーションすればダメかな。あ、青になってね。あ、なったね。あ、なったね。あ、2回なれば、ね。あ、ちょっとまだあれか。いや、大丈夫だね。2回目だから。これ緑色のランプが点滅するようになれば、これで GPS が8個以上拾ってますよという。でしたらちょっと、まあ、起動しますけど、多分大丈夫だと思う。色が光ってる。危ないぞ、危ないぞ。え、危ないぞ。どうだ、今とかね、あの1点で全部動いてるから何も変わんなくて、逆光だ、アンプのワイヤーこんな高さでこう巻いてるんですよね、いつもね。こんにちは、こんにちは、まだ人参ソースなの、人参ソースだね、初めに顔ついて、100万だね。するから、取材終わったらちょっと話して、はい、これで離陸して、それでこれが GPS 入ってるから、こっちは散歩の装置だから、これあれコースロースだからこれ入れないでね、買わないよ、買わないよ、それであと持ってあげれば、ここで行きます、はい。あ、本当だ本当だ、ちょっと前になる。GPS モードだったら風吹いてても関係ないんですよね。あ、止まってるんで。あ、もう楽っす。まあ、今 GPS だとちょっとね、アテチュードになる。あ、あ、この手戻してたもん、みんなに言うね。何もすごいわこれ。浮かんでる浮かんでる。まあ、帰って動かして作業する方がね、お前だったりだいろいろ。今青くなってるのが GPS 感知してるっていう、はい、切れてもね、
くのが自分で好きなんですね。自力されてるよりは楽に。もう危ないから着陸させます。はい、そのままマニュアルで、まあ、マニュアルって言うけど、入れなくていいですよ、そのままで。止まる前、これで終わりだから。ああ、してもうあとは戻していいんだね。うん、これで戻していい。ああ、3秒ぐらいね、これだけがあれなんだけど。